黒い枠の中に大きく表された女性の肩から上を描いた肖像。イタリア南部のポンペイで出土した1世紀にモザイクの技法で制作された既婚女性の肖像。ローマ時代のモザイク職人が制作した家の所有者の肖像画は室内の装飾に用いられ、この女主人の肖像も客を応接するための部屋、タブリヌムの床にはめられていました。暗い色の髪の毛を落ち着いたヘアスタイルにまとめた女性は、首には真珠を連ねて作ったネックレスをかけ、耳には古代の貯蔵や運搬用の壺であるアンフォラの形をした耳飾りをつけています。じっと前を見据える真面目そうな顔からは、1世紀から2世紀のギリシャの著述家プルタルコスが結婚に関する教訓について記す中で美徳として挙げている品性と慎みが感じられるようです。